桜のある公園に来ました。そうだね、あんなに群生するもんなんだね。日本にもあるんだって珍しいよね。ここはね、結構大きい鯉がいた、前来た時。あ、ここは桜っぽいね。いい感じ、いい感じ。看板が読み取れないけどね。プレートついてないね、こいつには。蛍公園のロケハンです。5月下旬ぐらいにはここに来れば。虫がいっぱい飛んでるね。と、いうことはそこのやっぱり川べりのところで蛍を見るんだね。こっちも湿地か。あ、そうだね。そうだね。ホタルは生息環境を守るため植物も保護しています。この中に入り、動植物を取ることもない。ここはビューポイントだね。なんかああいう木の差し方とかに来ると見えるんだろうね。
神社のところにね、うん、なんかこう、お母さんが出てくるのが神社に、やっぱりホタルが出るね。この付近だったと思うな。この付近だった、うん、もう少し山の中腹あたりだったと思う、うん。こっちは割と色とりどりな桜だね。はい、ポンちゃんまた抱っこです。はい、ポンちゃん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 、抱っこしてもらってんですか。慣れてきたら抱っこ好きになりそうだね。はい。はい。これ喜んでるのかどうかよくわかりませんが、ちょっと興奮を鎮めています。ちゃん。ちゃん。ジャン君はここにいたのね。ここにそばにいたね。おやつ買ってきたよ。